はい、ボビー・ブラウンのエッセンシャルマルチカラーアイシャドウパレット、人気の限定パレットが復刻発売されたので紹介したいと思います。そしてとっても使ってみたかったプライマーとリキッドファンデーションのサンプルをいただいたので、こちらも一緒に使っていきたいと思います。はい、で今回私が購入したパレットは Into the Sunset、はい、で今回ね6月5日に復刻販売されたんですけれども、2019年の夏に限定発売し、また復刻版として発売されている商品です。メイクアップアーティストが美しい目元に仕上げるために行っている3ステップを誰でも簡単に再現できるようにと考案された5色入りアイパレットとなっています。ミディアムカラーは3色用意されているので、その日の気分でアイライナーやアクセントカラーとして差し色するのがおすすめ。カラーバリエーションも全5色が再登場しています。この中でも私はね、ボビー・ブラウンの BA さんがねインスタで上げていたこの Into the Sunset、 もうこちらをね脇目を振らずにこれだけを買いに行きました。ネットの方では人気色の方ね完売していることが多いですけれども、はい、これをねアラフィフに試してみたいと思います。はい、まずイルミネーティングフェイスベース、はい、SPF25 と PA2+、 色がピーチ系のピンクカラーですね。すごくねこれでトーンアップしたっていう感じはなかったんですけれども、極小のパールの光のベールで毛穴を目立ちにくくさせ、滑らかな肌を演出、透明感を与えてファンデーションのカラーをきれいに引き出すプライマーとなってるみたいですね。使ってみてやっぱりトーンアップするというよりもツヤ感が出たというプライマーで、結構軽いつけ心地でした。伸ばしていく上でさっきのピーチカラーというのも全然気にならなくなって、どちらかというと本当に滑らかな透明感というのが残った感じになっています。こんな感じです。結構ねツヤっとしたパール感が結構出てるかと思います。はい、そして次がリキッドファンデーションインテンシブスキンセラムファンデーション、こちら SPF40 と PA4+、はい、で色が N の032、結構色の展開がいっぱいあったのですごくその辺はびっくりしました。こちらはねサンプルでねちょっと合わないかもって言われていただいたんですけれども、こちらでねよれ具合とかを見てみたいと思います。はい、でこちらが冬草夏草だけという保湿成分が入っていて、その成分がハリとツヤに満ちた肌へ導く美容液ファンデーションで、滑らかで均一にフィットし美しい素肌のような仕上がりを叶えます。つけ心地も重たくなくって、カバー力はそこまでないですね。本当に軽くって保湿があるっていう感じですね。乾燥は1日持ってあまり気にならなかったです。私の場合はお昼過ぎに鼻周りがちょっとよれが出たかなっていう感じです。カバー力はねそこまでなかったので、こちらのディオールのフォーエバーのコンシーラーをつけたいと思います。でこちらのコンシーラーは結構濃厚に感じるので、濡れたスポンジの方で伸ばしていきます。結構でも目元はね綺麗に明るくなります。はい、でパウダーローラメルシエのセッティンググローの方を使っていきたいと思います。結構ねゴールドのパウダーが立体感とこの夏に合うような肌に仕上げてくれます。はい、ではベースカラーの方からつけていきたいと思います。はい、で今回ね初めてボビー・ブラウンのプライマーファンデーション使ってみたんですけれども、しっかりというよりはスキンケア派なファンデーションに感じました。カバー力はそこまで感じなかったんですけれども、乾燥なく厚塗り感がなく綺麗に見えるファンデーションでした。当パレットは結論から言うととってもよくって、派手になりすぎない落ち着いたオレンジのグラデーションでとっても綺麗で、そのグラデーションも自然と作りやすいんですね。ベースにつけるパウダーがいいのか、私は目元にね張りがないのでシャドウもね夕方よれてくるんですけれども、夕方までしっかりよれずに色が残ってくれました。適度なシマーなツヤ感がとっても良かったです。ご清聴ありがとうございました。よろしければいいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。